お願いします。お願いします。開催14日目の第1試合です。ちーちゃフェニックス登場、なんちゃライデンセドクマ、シャーチャアベマズ多い、デーチャファイトクラブ滝沢の並び、トンの一曲ドラはチー1です。解説は村上純さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それではまず各選手のハイパイからご覧いただきましょう。お、すごい、え、テンホーチャンス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 、本当だ、三増だったな。嘘でしょ、1万6000オールだった。いやでもこれダブリしづらい、ダブリしづらいぞ。どうする、どうする、どうする、短期はしづらい、ね、どうする、これ。いやこれは一旦生点じゃない、この顔になるよこれ、なになになに、これ生点だよね、そうそうそう、これは一旦生点よ、一旦落ち着きましょう、一旦ちょっとごめんね、落ち着けなかった、バタバタしちゃったもん、ちょっと遅かったし、すいません。いや大変だ。いや外熊も2メンツある、いやでもそれどこじゃない、ないね、わーびっくりした、いやびっくりするのちょっと遅かった、俺ごめん。いやいや大丈夫です、もうよろしくお願いします。さあ手配でね、開かれて全部できてるなんて、さあこれどうです、ーー椅子そうどうです、リーチかな、椅子そう、リーチとライチ、はい、さあ2巡目リーチ、いや普通のリーチじゃないんですよこれ椅子そう待ち、普通のリーチじゃないの、大変なリーチなの、ね、これ、まあ、みんなパワーがつもぎだったと多分見てたんで、三蔵手出しリーチってことは、あ、ダブリチャンスやったんやなとは思ってる、ね、巻き戻せますかねこれね、いやダブリチャンスだと思ってるけど、あ、警報チャンスだったか分かんないね、確かに、うん、いやこれは大変だ、あ、体にしなかったよね、いやちょっといきなりさ、あ、なんじゃそりゃ、4000オール、天砲じゃなくても上がりは早かったリーチ一発つもドライチの4000オール、私の心配なんて無駄でしたね、いらないいらない、ね、もうさ気配が伸びやか、しっかりリーチを打っての一発つも、まずは登場、華やかな一撃を食らわせました。いやただこれってあの2巡目だし、リーチドライチのなんかノベタなんてつまんないわなんてね、はい、たまにしてたら今流れないから、そうそうそう、しっかりリーチした登場が素晴らしかった、素晴らしい、ね、さあ一曲の一本場です。ドラは白。